今日は脳によって今日たり、脳は今日によって脳たり、両断を知らんと欲せば、元これ一空、分別客体の今日は、分別主体の脳によってだけ今日であるし、分別主体の脳は、分別客体の今日によってだけ脳である。両者の断関係を知ろうと欲するなら、根源はこれ善逸生命にして空である。で、難しいですから平和訳をご覧ください。対象は認識主体である自分の意識の知覚によって対象として存在し、つまり皆さんがリンゴならリンゴを認識するとしますね。そうすると対象っていうのはここにリンゴって書けばいいんです。で、認識主体っていうのは私ですね。リンゴは私の知覚によってリンゴとして存在しっていうことです。簡単に。まあ、岩井さんたちはこういう対象はっていうのはね、具体的に、例えば岩井さんの前にあるノートパソコンはって読み替えればいいんですよ。で、認識主体である自分の意識っていうのは私の意識。岩井さんの目の前にあるノートパソコンは私の認識。私の意識の知覚によって脳とパソコンとして存在しているって考えたらわかるです。そういうややこしい表現はね、具体的なものに置き換えた方がよろしいです。認識主体である自分の意識、私は対象、脳とパソコンを知覚することによって認識主体、私として存在する。脳とパソコンの前に私がいるというふうに考えるから私がここにいるんだ。で、私の前にあるものを私はノートパソコンだと思ってるからノートパソコンがそこにあるんだっていうね。例えばデスクトップパソコンを岩井さんの前に置けば、岩井さんが認識しているのはデスクトップパソコンになり変わるわけですね。置かれるものによってね。対象も認識主体も同じ全体宇宙生命で、あらゆる対象とそれを認識する私は同等の価値を持った命なんだっていうことですよ。岩井さんや安福さんがノートパソコンより偉いのではありません。同等の価値を持っているんです。一つの命を皆さんは局面として見て、これはノートパソコンとか、これは人間とか言うけれども、全部ひっくるめて一つの命を生きているだけなんですよ。それを分けることができるのは人間の頭なんですよ。皆さんが頭で分けているだけ。エネルギーはどっちも元素でできているんです。素粒子でできているんです。それは全体宇宙生命の構成要素、神の世界を表す構成エネルギーです。同じそういうものでできているわけですから、どちらも共通の平等の価値を持っているんです。使い方によって、皆さんは自分は人間だし、こっちはたかがノートパソコンだしって、差別をしているだけですね。でも各社にとっては、万法すべて尖なしでね、万法はすべて平等の価値、一つの価値を持っているっていう一つの命なんですね。全部で一つの命なんです。それを分けることはできないんですが、そこが分からないだろうと思います。おそらく分かる。対象、客体を荒らしめているのは対象である。つまり何かが存在しているのは、その何かが存在しているからだと多くの人たちは思っています。で、これは本当にこう考えている人たちが 99.99% ね、日本人でもそうなってきてますね。アジアの人たちでもそうなってきてしまってます。例えば岩井さんや安福さんは自分たちがコトンとここで死んで自然層にして範囲してどっかにばらまかれたとしても、目の前にあるノートパソコンは残ってるだろうと考えているでしょう。死んでみてください。水田さんと野村さんに、はい、どっかにばらまいてきてもらいますから。で、その時どうなるか。安福さんと岩井さんは、私たちが死んでもノートパソコンはそこにあるのよねって考えるだろうと思います。そのお話なんです。次を見てください。ここからはちょっと面白いです。では、熟眠者、自身本人、熟眠してる人ね。何も知覚しないで熟眠している人にとって、枕元の時計は存在しているでしょうか。第三者にとっては、例えば皆さんの伴侶がね、枕元に時計を置いて寝てたとするでしょ。明日何時に起きなきゃないって考えてね。まあ皆さんの伴侶が枕元に時計を置いて、こちこちと鳴ってるんだけども、もうその音聞こえないらしくて、もう熟眠していると。そういう状況を想定してください。で、第三者である皆さんがね、
にとっては熟眠者と時計は存在しています。これは当たり前でよくわかるでしょ。なるほど、これは寝てるわ、時計は動いてるわ、心臓は動いてるわ、時計は動いてるわ、それは事実でしょう。その第三者が熟眠者本人にとって枕元の時計は存在していると考えるなら、つまりこの熟眠者、寝ている人にとってもこの時計はある、私が見てるんだからって考えるなら、それはね、熟眠者の気持ちになってるんじゃなく観察者の目で見てるだけでしょ。今日対象は脳によって今日たり、認識する人によってだけあるんだっていうことを理解できていないって僕が言ってるわけです。曹さん先生はね、枕元の時計は熟眠者にとっては存在しないって言ってるわけです。上の文章からするとね。でも枕元の時計は寝てる人にとってだって、ほらここに事実としてあるんだからって言ったら、それはあるんだからって見ている人が言ってるだけで、熟眠者は何も言ってないんですね。熟眠してる人にね、皆さんが声かけても熟眠してる人に、あなた熟眠してるけれども、あなたにとってだってこの時計あるのよね、答えてって言ったって、熟眠してるんだから答えられないんですよ。ということは存在してないんです。枕元の時計は熟眠している人に存在してない、イコール知覚されていないということですね。熟眠者と時計を見ていた第三者、皆さんですよ。なるほど、うちのは寝てる、時計は動いてる、もう私も眠りたいけど目が覚めている、そういう状況を思ってください。で、第三者である皆さんが、熟眠者が目覚めたら上のような質問をしてみよう。あなた寝てた時時計あったのってこう聞いてみようと思ってるわけですね。思いながら居眠りを始め、ついにはやはり熟眠状態に、まあ聞こうと思ったんだけども自分も眠くなってきて眠ってしまったとしましょう。後から熟眠状態に入った人、皆さんですにとって最初の熟眠者と時計は存在しているでしょうか。皆さんも熟眠してるんですよ。で、熟眠している皆さんにとってそっちで寝ている伴侶と時計はあるのかないのかっていう問題ですね。あなたがこの問題に答えるとしたら、あなたは目覚めている状態で答えるだけです。例えば熟眠した後、目覚めて、まだ伴侶は熟眠している、時計はこちこち動いている。で、目覚めたもんだから、時計もあるし、伴侶もね、寝てるし、私は寝たけど目覚めたら、私もいるし、伴侶も寝てるし、時計もある。すべては私が熟眠している時にもあったんだって、このようにおそらく想像するだろうと思うんです。ほとんどの人も前と後がそうなら中間もそうであったに違いないっていう考え方に人間は慣れてるので、私が熟眠していた時も熟眠者と時計は確かにあったに違いない、こうなるわけです。ところが皆さんはね、熟眠して体調がおかしくなって3日間意識不明の昏睡状態に陥ったとするでしょ。熟眠と一緒です。何も知覚しないわけですから、その間に旦那私が目覚まして、おい起きろって言ってもまあ起きない、これはしょうがないやつで、昏睡状態になってるものを熟眠状態と勘違いして、またこいつ寝てばっかしいると勘違いして、ね、皆さんほっといてどっかに遊びに行ったとするでしょ。で、帰ってきたら、まだ寝てる。しょうがないなって自分で旦那さんたち料理したり、なんだりして食べて。3日間皆さんが寝続けたとするでしょ、岩井さんと安木さんが。で、旦那さんたちは好き勝手放題して、ああ、疲れたって、まあ、どっかで酔っ払ってきて帰ってきたとするでしょ。ほんで、また熟睡、泥酔状態にでもなって、本当に寝て、その頃やっと皆さん意識回復して、目覚めたとすると、まだこの人寝てるってこう思うわけですよ。いや本当に。そうすると皆さんにとってね、その旦那さんたちの3日間の活動は、まあ、存在してないわけですよ。実際には本人たちにとってはあるのにね。ということは熟眠している時には何も存在しないって考えるのが正しいんです。起きている時にもそう考える、トレーニングをしないといけないって僕言ってるんですよ。熟眠している時にもそうあったんだってね、目覚めている状態を持ち込んじゃいけないっていうことです。ここ分かってもらわないとここのお話わからないんです。熟眠した時のことはせめて何もわからないって考えてください。
熟眠する前に考えていたことをね、そのままこう継続させないっていうことで、引きずって考えて起きた時にね、変化がなければやっぱりと思うし、変化があるとこれはどうしたことだろうって、その変化を今度考え始めるわけですね。皆さん、安福さんとそんなことはないけども、岩井さん、目覚めたら旦那の隣に若い女性が寝そべっていたってなったらどうなります？これは何だって思うでしょ。毎日そういう事態があったら、その変化は何なんだろうって。で、ひーと思って枕元の時計見ると3日間が過ぎていたとなると、なんか浦島太郎の話みたいになってくるでしょ。それが一晩だったら私が寝てる間にって思うでしょ。ところがそれ3日間過ぎて、3日間がね、皆さんが3年間植物状態で実際には寝て、病院に運ばれて植物人間になってて、そうしてまた家に戻されてベッドに寝ていたんだって、浦島太郎話みたいなね、お話だったとしたら、皆さんにとってその例えば10年とか30年はあったんでしょうか、なかったんでしょうかっていうような話なんです。で、それをね、皆さんの目覚めている状態でだけ考えたのでは、この熟眠の問題はわからないっていうことなんです、ね。ですから、あるっていうのは覚知しているから、知覚しているからあるんだ、知覚していないものはないっていうことなんです。皆さんノートコンピューター見てるけども、ノートコンピューターと皆さんの目の間にある空気のこと考えてないでしょ。空気があるから見えるんですよ。空気がなくなってそこに物体があったらノートパソコン見えないんですよ。でも空気のことなんか知覚しないで皆さん文字見てるでしょ。空気中の酸素や水素や窒素って認識しないで文字を認識してるんじゃないかと思うんです、おそらく。だから知覚しないものはね、僕に言われたら、なるほど、窒素や酸素や水素やヘリウムやら気体元素がね、あるっては知識としてはわかるでしょ。でも実際には認識してないから、皆さんそこの文字、熟眠者と時計を見ていた第三者がって僕読むとね、酸素や水素のことなんて考えてないですよ、絶対。その文字しか見てないと思いますね。熟眠者が目覚めたら上のような質問をしてみようと思いながら居眠りを始めって言うと、文字しか見ないと思うんですね。ですから知覚しているものだけがその人にとって存在してるんです。ついにはやはり熟眠状態に陥ってしまったとしましょう。後から熟眠状態に陥った人にとって、最初の熟眠者っていうのは伴侶ね、と時計は存在しているでしょうか。あなたがこの問題に答えるとしたら、あなたは目覚めている状態で答えるわけで、熟眠状態からの答えじゃないって僕言ってるわけです。今度はそのあなたが熟眠状態に入ったら、前の熟眠者と時計はあなた本人にとって存在するでしょうかって、これはどこまで行っても一緒で、見ている人が熟眠状態に入っていったらね、なんか質問すると、いつでも眠る前と眠りから覚めた後の答えで答えるだけなんです。熟眠状態では答えられないっていうことなんですね。それで熟眠しているあなたは答えられません。熟眠しているあなたには質問も応答も存在しません。つまり世界も自分も存在してないのと一緒なんですよ。ここまでは、頭で考えたらある程度わかることだし、ヨガの修行に対して役に立つことではないんですが、その後を考えてほしいんですね、ここから。では、熟眠者の生命活動を維持しているのは何者なのでしょう。皆さんが何も知覚してないのに、心臓は動くわ、肺は呼吸するわ、リンパ液、血液は循環してるでしょ。皆さんが何も知覚しないのに、そうしようと思わなくても、熟眠者は呼吸をし、その体では血液やリンパ液が循環し、生命活動を維持しようとする意識が目覚めています。別な意識があるんですね。生命活動維持装置みたいなもんですが、その生命活動維持意識の次元からですよ、1、日常の目覚めている心の活動。2、夢という心の活動。3、熟眠活動を各地できるとしたら、熟眠しても命を継続する意識があるわけですから、その意識からね、皆さんの今の3つを見渡せるとしたら、別な答えが出てくるわけです。皆さんが熟眠しているとき、時計と伴侶は寝ているのありますかって答えると、皆さんは1番から答えるわけです。目覚めている、あるいは目覚めていた時の心の活動を思い出して言うわけでしょ。あるいは水量でね。ところが第四意識、要するに皆さんの生命活動を維持するような意識の次元から、1、2、3を見渡せるなら、
別な答えが用意される。その第四意識は一三を観察していることになります。こういう意識をラマナ・マハラシは完璧に持ってたんですね。熟眠者と時計を見ていた第三者、要するに伴侶とですね、その枕元にある時計を見ていた第三者、皆さんが、熟眠者が目覚めたら、眠っている人が目覚めたらね、あなたが寝ていた間時計はあったと思うかって聞いてみようと思ってるわけです。ところが自分も眠くなってきて居眠りを始め、次にはやはり熟眠状態に陥ってしまった、自分も寝てしまったと。後から熟眠状態に陥った人、皆さんです、にとって最初の熟眠者、伴侶と時計は存在しているでしょうか。皆さんが熟眠している間ね。これには答えられないわけです。第六式のレベルでは全然答えられないんですね。皆さん知覚してないから。あると思いますって言ったら、それはあなたがこの問題に答えるとしたら、あなたは目覚めている状態で答えるわけですっていうことですね。ですからそれは熟眠状態ではないですね。今度はそのあなたが熟眠状態に入ったら、二人の熟眠者っていうのは、皆さんが見ていた伴侶と あなた、皆さんですね、と時計は、その熟眠しているあなたにとって存在しますかっていうことですね。ここが問題なんですね。で、これを他の人に質問すると、いや、熟眠者二人とね、時計はありますよって言うんです。見てるから。で、その人も眠ったとしたら、その人は答えられないから、もう一人観察者がいたとして、あなたはどうですかって言うと、目覚めている人は、いや、熟眠者三人と時計はありましたよ、とかありますよって言うんですね。で、ここでね、僕たちが1、2、3、4、5人でね、一斉に熟眠状態に入るか失神したとするでしょう。コンピューターもそのまま。そうすると、皆さんにとって、僕にとって、一人にとってね、他の仲間とコンピューターはありますかっていう問題が出てくるわけです。誰も知覚してない。熟眠状態か失神状態ですから、誰も自分をもコンピューターをも知覚してないわけです。そうすると答えられませんね。答えがないんですよ。第六式レベルでは答えがないんです。で、ここに今、課題がなんか、冷蔵庫開けにとか入ってきたとするとね、5人が伸びててコンピューターがそのままだってね、入ってるって。このアホタレども5人とコンピューターはなんでこうなってるんだって家内が、まあ見たとしますね。で、僕が後から意識を取り戻して、どうもみんなで居眠りしたか、熟眠したかね、失神したみたいだ。その時どうなってたって家内に聞いたとすると、5人がね、倒れててコンピューターがそのままになってたって言うでしょうね。体にとっては、見ている人間にとってはそう見えるけども、僕が息吹き返して、まあ、安福さんも息吹き返して、岩井さんもって言うと、それぞれに他の仲間とコンピューター見えるでしょ。野村さんも意識吹き返して、コンピューターあったわ、なんて。で、まあ、一番年上ですから、水田さんが息吹き返さなかったことにしましょう。そのまま五笑点遊ばされたとすると、水田さん死んだとしますでしょ。で、みんなに、水田さん、コンピューターあるんですか、仲間何人いるんですかって聞いたとすると答えないわけです、当然。まあ、あるいは、笑点遊ばさなくてもね、その、植物人間状態になって、もう意識が回復しないとなると、水田さんってね、みんなで聞いても、水田さんは返事しないわけです。そうすると水田さんの第六式にとってはね、呼びかけている人もないし、コンピューターもないし、それから自分自身があるとも考えてないんです。その奥では生命維持装置として呼吸活動とか心拍運動とかは続けてるんです。ところが第六式では水田さんは何も知覚してないんですね。こういう話からラマナ・マハルシが言ったことがちょっと分かってくるんじゃないかと思うんです。ラマナ・マハルシが何て言ったかっていうと、その下ずーっと一番、参考の一番下フィールドスクロールしていってください。見るものがなければ見られるものはないって。これちょっと分かってきませんか。見るものがなければ見られるものはないっていうのは逆に言うとね、見るものがあれば見られるものはあるんです。で、僕らが失神してた時には、僕らはね、見るものですから、
その意識がないから見るもの何もないので何もないんだけども、5人倒れてるのを家内が見たら、家内という見る人間にとっては5人の人間と5台のコンピューターがあるということですね。ところが家内がこっちを見ないで、まあみんな講習してるだろうから、そーっと入ってきて冷蔵庫の方に行って、こっちもちらとも見ずにね、またあっち台所に戻っていったとすると、家内は5人を確認していませんし、コンピューターも確認していませんので、見るものがなければ、見ているものがね、対象を見てなければ、家内にとっては5人いたか4人いたか、コンピューターが何台あったかはわからないことなんです。例えば岩井さんがなんか布団干しに行ってて、講習に入ってくるの遅れて、岩井さんがいなかったとするでしょ？と家内に、お前が冷蔵庫になんか入れに来た時に、僕たち4人だったか5人だったかって聞いても答えられないんです。見てないから。ですから、なんか存在を確認できるっていうのは見ているからなんですね。知覚しているからなんです。ですから見るものがなければ見られるものはないとしたら、見るからあるんだっていうことなんです。知覚するからあるんだっていうことなんです。と、ラマナマハルシはね、何を見ていたかっていうと、例えばここの1、2、3、5人いて、普通だと男性が3人、女性が2人ですよ、今はね。昨日まで伊藤さんいた時には男性が4人と女性が2人で、誰かここに来て、まあ僕らの仲間が誰か来てね、今回は男性何人と女性何人ですかって質問したとするでしょ。瀬川さんとか中村さんとか、いつでも来ている人たちね、に聞いたとすると、今日は男性3人と女性2人いますって答えると思うんです。ラマナマハルシに僕がそういう質問したとするでしょ。マハルシ聖者よ、僕のこのお粗末な講習会には男性何人と女性何人がいるとお考えですかって聞くでしょ。 You are the self って言って、男性何人とか女性何人って言わないんです。男性とか女性を見てないんです。ラマナマハルシは男性女性を見ることのないラマナマハルシなどで、男性3人とか女性2人という答えはないっていうことです。セルフしかないって彼は言うでしょう。すべてはセルフなのです。何人とも言わないでしょう。セルフがあるだけです。命があるだけなんですって。そう言うでしょう、彼は。そういうレベルで生きてるので。だから皆さん、僕たちがね、いかに通俗なレベルで生きてるかってわかるでしょう。男性、女性。だからそれを超えた人間、人間にならないと修行者になれないよって僕言うわけです。だから聖書の中でも、女性をね、女性の目で見たら、男性がね、女性を女性として見たならそれは姦淫だって書いてあるけども、男性、女性のお話じゃないんじゃないか。ラマナマハルシはもっと高度な言い方しかしてないし、イエス・キリストは随分レベルの低い人に合わせて、釈尊と一緒で。程度の低い人たちに説法してたんだろうなってこう思うわけです、僕はね。ラマナマハルシは相手の程度が低くても相手に合わせないんですよ。真理しか言わないんです。この最後に分かってほしいのは、この見るものがなければ見られるものはない。で、見るものがあるから見られるものはあるんだ。ということは皆さんがね、いろんな対象に対してこだわりを見るからこだわりがあるんですよ。で、こだわり見なかったらこだわりないんですよ。例えば昨日までいた伊藤さんって人は、処女マリアがイエスを産んだっていうのをものすごく見てこだわってるでしょ。僕はイエスキリストをね、産んだのが処女か処女じゃないか、そんなことどうでもいいんだ。イエスがキリストになった、そのような存在になった。そしてキリストとしての生命活動をしたって、それだけが僕にとっては問題なんです。ですから何を見るかなんですね。見るからあるならば何を見るかっていうことなんです。その人の実験が見るものを決めるんです。皆さんの頭が、第六式が決めるんじゃなく、皆さんの第八式にね、見たいものがあるんです。好き嫌いがあるわけですから。それに支配されて生きているので、皆さんは心を支配してるんじゃなく、心の実験に支配されて生きてるんですよって僕何度も言うわけです。少しわかるところがあったかと思いますので、参考の続きをね。いきましょう。熟眠しているあなたは答えられません。熟眠って第六式の
知覚作用が停止したあなたは答えられませんということですね。熟眠しているあなたには質問も応答も存在しません。ですから熟眠っていうのはある意味では植物人間状態と同じなんですよね。では熟眠者の生命活動を維持しているのは何者なのでしょう。熟眠者は呼吸をし、その体で血液やリンパ液が循環し、生命活動を維持しようとする意識が目覚めています。まあ、これもなくなったら本当に死んじゃいますね。その生命活動維持意識の次元から、そこから普通は見れないんですが、そこまで行ってないから、まあ、例えば皆さんがね、今日の空模様を見てくださいって言うと、僕らね、空模様を教えてくださいって言うと、大地に立って空を見上げるでしょ。で、8000メートル級の山に登ったら空模様、人間界の空模様を見てくださいって言ったら、下を見下ろさないといけないでしょ。見上げるんじゃなくて、見下ろさないと見えないでしょ。ですから、上から見るのとね、ラマナ・マハリシみたいに第四式に達した人が見るのと、僕らが第一番目のこの日常の目覚め意識から見るのとでは、方向性がまるっきり逆なので、世間法と出世間法ぐらい見方が違うんですよ。僕らは男性女性とか年寄り若いとかそういうので見るでしょ。ラマナ・マハルシにとってはそういうのを超越したところからしか見ないので、全ては命だってこういうふうに見るわけです。ですからまるっきり視座が違うって言ったらいいでしょうか。いるところが違うんですね。境地ね、心境がまるっきり違うんですね。僕たちは日常の目覚めている心の活動からね、夢ってこういうんだな、それから睡眠あるいは熟眠ってこういうんだな、で下脱ってこういうんだろうなとか想像してるだけですね。例えば僕たちが雲を見て、雲の上はこうなってるんだろうなって、雲見ちゃうと雲の上見えませんから、雲の上はこうなんだろうなって想像するようなもんです。ところが飛行機に乗ってずっと登っていってごらんなさい。雲突き越えたら、あ、こうなんだって本当にわかるでしょ。ですから実際に自分のいる位置の移動を実行したかしてないか、それが問題なんです。修行ね、地上にいてね、天界の本たくさん読んでね、ベラベラ喋ったって何もなんないですよ。見てきてないんだから自分で。気象予報士だってね、この地上にいてですね、雲を見てね、天気はこうなるでしょう、空の上はこうでしょうって言っても実際に見てないわけです。気象予報士じゃなくても飛行機に乗っけてもらって上に行ったらこうだってわかるんですね。ですから推量推定じゃなく、想像じゃなく、実際に見てくればいいわけです。実際にそういう境地に行けばいいわけですね。それが修行ですので、心を見つめて深く潜っていくっていうのは、霊的には高く登っていくっていうことなんですね。2番の夢という活動、3、熟眠活動、第6式のね、などを覚知できる、もっと深い意識と一つになる、一如になる、まあ、そういう修行の道を僕らはアーナーパーナサティとかアートナビチャラを利用して、まあ、辿っていくはずなんですね。まあ、そういう道を僕はずっと示してきたんです。アーナーパーナサティからアートナビチャラへって、ね、永遠寺でやった通り、そういう道をずっと示してきたんですが、今初めて、ああそういうことかなって岩井さん分かったです。分かってもまた次来るまで忘れないでね。関連付けがないと、リンクがないと、パーッとそれでおしまい。なんかクリックしたんだけど今回繋がらないんですよ。またそれと一緒なんですよね。この文脈から今日対象ね、見られるものは脳、見るものによって見られるものであるんだ。岩井さんがノートコンピューターを見てるから、ノートコンピューター、ノートパソコンはノートパソコンなんですね。でも岩井さんの場にね、岩井さんいるところに豚かイノシシが来て座ったとするでしょ。そうするとその新人名は意味ないんですよ。ノートパソコンも意味ないんです。ところがノートパソコンの代わりにそこにね、芋とか置いてあったら、それはイノシシや豚が興味を持つ対象なんですね。ですから対象っていうのはそれを見ている方に問題があるんですよ。岩井さんがいたずらして瀬川さんの畑の中にノートパソコン埋めといたとするでしょ。とイノシシ持っていきませんよ。こりゃあこれ持っていったら人間に売れば10万か15万になるなって考えないから。ところが芋だったら掘って食べていきますよね。ですから皆さんとの対象の関わりで問題なのは、皆さんがどういうふうに対象を色付けして見るかっていうこと。言い換えるなら、1、3は4の各地の対象であるということになります。
つまり1からね、2は見れない、3も見れないけども、4の方からは、高い方からは低い3、2、1が見えるって、簡単に言うとこういうことです。問題はね、何を見れるか、あるいは何に気づけるかっていう、そのそれで僕はクリアヨガっていうのを導入したんです。クリアっていうのは意識を巡らすことですから、1番から2番、2番から3番、3番から4番に巡らすことですから。安木さんにも前にご質問に答えて言いましたが、クリアとアーナーパーナサティットはどうやって中和、ね、融和させるんですかとか、どっちをやって先にやってどうなんですかっていうけども、アーナーパーナサティの気づきもクリアヨガの意識の巡らしという気づきの拡張も同じことでしょ。ちょっと手法が違うだけでね、目的は一緒なんです。気づきの拡張、あるいは気づきの深まりですから。ここで言うと1234全体に通じていこうっていうことですから、違いは何もないんです。そこがまたわからない人たくさんいまして、我々の仲間にもね、アナパーナサティはいいけどもクリアは嫌いだとかって、そこで同じ目的に行く情報に対してさえね、好き嫌いで賢弱するでしょ、取捨選択、まあ、とんでもない間違いをするわけですね。それは分からないから、レベルが低いからね、まあ、幼稚園で砂場遊びしている人たちにですね、あのゼミ、今回のゼミのテーマはこうだからっていうようなもんだったかなと、今は僕の方もまあそう思ってますけど、ね、この位置さえも覚知できない場合が少なくない。心の観察もトレーニングが進歩して1、2を覚知できるようにもうなったりしますが、3を各地の対象にすることは普通はできません。なぜなら第6式がスリープ状態に入るからですね。しかしながら1、4は元これ一空、ここでまた皆さん分かりにくいのが出てくるね。その1、2、3、4も段階の違いがあるように見えるけども、究極の一つの意識、全体としては一つの式なんですよっていう意識の式ね。それを人間がね、自分がいる自分の状態によって目覚めているとかね、あるいは他の人を見て夢を見ているんだとか分別するだけで、同じ一つの式なんです。例えば富士山は富士山という一つの山ですよ。で、裾野にいる人とね、頂上まで登った人では感じる温度違うでしょ。富士山の温度今日知りませんが、例えば裾野でね、最高気温がまあ20数度あったとするでしょ。でも頂上に登っていったらおそらく0度か以下でしょ。ですから同じ富士山って言ったって、同じ全体生命って言ったって、いる場所によって感じるものが違うわけです。富士山は富士山なんです。富士山を2つに分けてくれって言われたって、何々口から登ったらこう、何々口から登ったらこうっていうのは、こう局面を見て人間が言ってるだけでしょ。でも富士山は一つしかないんですね。富士山は真っ二つに割れるかもしれない、もしかしたら。でも命全体の生命、全体宇宙生命っていうのは人間の力ではね、二つに分けるとかそんなことできないんです。頭でそう考えてるだけでね、実際にそんなことできるわけない。原爆水爆 でだってね、全体宇宙生命なんて壊すことはできないんです。分けることはできないんです、とにかくね。それを分けてみてるのが大体間違いですから。で、仏教はあらゆる剣を捨てなさいって言うんです。剣を立てるなって言うんですね。それそのものと一体になれっていうことで、一体一如というわけです。まあ、神と一体、天国に入るとか、そういうことじゃなくて、すべては、これは神なんだ。神の世界って言ってもいいけども、神そのものなんだっていうことなんですね。1、4は、元これ一全部一つなんだ。対象も認識主体である自分の意識も同じ全体宇宙生命である。例えば岩井さんが見ているノートコンピュータと岩井さんはどちらも全体宇宙生命ということで、そういうふうに見る人にとっては差別がないんです。岩井さんは女性、水田さんは男性とか、ラマナ・マハリシはそう見ない。動物と人間さえも区別しない。植物と動物も区別しない。全ては命なんだって、それしか、事実しか、真理しか言わないんですね。そういう世界に生きてるから、そういう心境に生きてるから、まあ、僕らは別な考え方に染められて生きてるっていうことですよ。ですから色眼鏡はどこにあるんですかって僕自分で書いたでしょ。記憶データ、記憶そのものが色眼鏡なんです。データがもう間違ってるんですよ、入っているものがね。だからそこから出てきてくる考えを手放して、データの間違いのね、エネルギーを減らしていったらいいっていうことで、思いの手放しっていうんです。
それをますます本を読んで解決しようって、ますますややこしい間違いを起こすのが、牧野まで来てた伊藤さんたちみたいなタイプね。いろんな本読んで、いろんなこと仕入れて、それで解決しようと思ってるわけね。方向性が間違ってますね。対象も認識主体である自分の意識も同じ全体宇宙生命であるので、それと一対一如になった究極の覚醒者は、一三を覚知しているわけですって、これはラマナ・マハラシみたいな人のこと。で、見るものがなければ見られるものはない。見るからそのように見えるだけだっていうことですね。ラマナ・マハラシは一つの命しか見てないので、他に見るものはないわけです。現実問題としてね。見てくれって言ったってそう見れないわけです。そういう見方がないので。それと同じように僕たちもなれるわけです。どのようにして自分意識の発見と解消って、僕、ヨーガスートラの一章の二節を翻訳して答えを出しておいた通りです。ただそれを知るのと、実際にそうなるのは別ですから、本を読んだからって下脱できるわけじゃない。新人名十四番。今日は脳によって今日たり。脳は今日によって脳たり。両断を知らんと欲せば、元これ一空。分別客体の今日は、分別主体の脳によってだけ今日であるし、分別主体の脳は、分別客体の今日によってだけ脳である。両者の段、関係を知ろうと欲するなら、根源はこれ、善逸生命にして空である。主体と客体と分かれる、あるいは自ら分けてしまう時の問題なんですが、対象は認識主体である自分の意識の知覚によって対象として存在しているということは、対象イコール知覚、そして知覚イコール存在なんですね。認識主体である自分の意識は対象を知覚することによって認識主体として存在するということですから、対象というのは知覚であり、知覚したものが存在として認められている、あるいは存在していると自分が認めているということなんですね。対象も認識主体である自分の意識も、知覚自分イコール対象イコール存在ということなんだけれども、これらは本当に実在するのだろうかというと、答えはノーなんですね。同じ全体宇宙生命であるが、アイアンにとどまれば主客も空じられる。自分と自分が認識している対象、つまり主客、いずれも等しく全体宇宙生命と言ってもいいのだけれども、アイアムにとどまって自分の思考を封じてしまえば、停止してしまえば、自分意識も脱落し、当然自分意識が脱落すれば、自分意識が近く認識していた客体も封じられる。消えてなくなる。空になってしまうっていうことなんですね。私たちがあると思っているものと自分自身、それは元これ一空、根源は一つにして、それは空である。自分も世界も根源は一つで、しかし空である、ない
とも言えるというよりそういうことなんだということですね。それは私たちが I am にとどまり続けるという覚知状態を続けるならば、この空をも理解あるいは悟ることができるわけですね。しかし私たちはそのような無思考状態を好まず、絶えず対象を求めて thinking thinking 考え事の連続をしているので、自分もあり対象もあると思っているだけなんですね。存在しているというのは存在していると自分が考えているだけなんですね。その考え事がなくなって I am にとどまれば、この空、シューニャタというものを覚知できるということで、空は思考思索の対象として把握できるものではないのですね。